Merry Christmas by Dazai Osamu, read in Japanese. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Merry Christmas, Dazai Osamu. 東京は悲しい活気を呈していた。と最初の書き出しの一行に書き記すというようなことになるのではあるまいか、と思って東京に舞い戻ってきたのに。私の目には何のこともない相変わらずの東京生活のごとくに映った。私はそれまで一年三ヶ月間、津軽の生家で暮らし、今年の11月の中旬に妻子を引き連れてまた東京に移住してきたのであるが、来てみるとほとんどまるで二三週間の小旅行から帰ってきたみたいの気持ちがした。久しぶりの東京は良くもないし悪くもないし、この都会の性格は何も変わっておりません。もちろん刑事課の変化はありますけれども、刑事上の気質において、この都会は相変わらずです。馬鹿は死ななきゃ治らないというような感じです。もう少し変わってくれてもよい、いや変わるべきだとさえ思われました。と私は田舎のある人に書いて送り、そうして私もやっぱり何の変わるところもなく、久留米ガスリの着流しに、二十万足を引っ掛けて、ぼんやり東京の町々を歩き回っていた。十二月の初め、私は東京郊外のある映画館、というよりは、活動小屋といった方がぴったりするくらいの、可愛らしくお粗末な小屋なのであるが、その映画館に入って、アメリカの写真を見て、そこから出たのは、もう午後の六時頃で、東京の町には、夕霧が煙のように白く充満して、その霧の中を、国威の人々が、忙しそうに往来し、もうすでに全く師走の巷の気分であった。東京の生活は、やっぱり少しも変わっていない。私は本屋に入って、ある有名なユダヤ人の戯曲集を一冊買い、それを懐に入れて、ふと入り口の方を見ると、若い女の人が、鳥の飛び立つ一瞬前のような感じで立って私を見ていた。口を小さく開けているが、まだ言葉を発しない。吉か凶か。昔追い回したことがあるが、今では少しもその人を好きでない。そんな女の人と会うのは最大の凶である。そうして私にはそんな女がたくさんあるのだ。いや、そんな女ばかりと言ってよい。新宿のあれ、あれは困る。しかしあれかな。葛西さん、女の人はつぶやくように私の名を言い、かかとを下ろしてかすかなお辞儀をした。緑色の帽子をかぶり、帽子の紐を顎で結び、真っ赤なレインコートを着ている。みるみるその人は若くなって、まるで十二三の少女になり、私の思い出の中のある映像とぴったり重なってきた。静江子ちゃん、吉だ。出よ出よ、それとも何か買いたい雑誌でもあるの？いいえ、アリエルという五本を買いに来たのだけれども、もういいわ。私たちは師走近い東京の町に出た。大きくなったね。わからなかった。やっぱり東京だ。こんなこともある。私は露店から一袋十円の南京豆を二袋買い、財布をしまって少し考え、また財布を出してもう一袋買った。昔私はこの子のためにいつも何やらお土産を買って、そうしてこの子の母のところへ遊びに行ったものだ。母は私と同じ年であった。そうしてその人は、私の思い出の女の人の中で、今出し抜けにあっても、私が恐怖、困惑せずに済む、極めて稀な、いやいや、唯一と言ってもいいくらいの人であった。それはなぜであろうか。今彼に四つの答案を提出してみる。その人は、いわゆる貴族の生まれで、美貌で、病身で、と言ってみたところで、そんな条件は、ただキザでうるさいばかりで、例の唯一の人の資格にはなり得ない。大金持ちの夫と別れて、落ちぶれて、わずかの財産で娘と二人でアパートを住まいして、と説明してみても、私は女の身の上話には少しも興味を持てない方で、現にその大金持ちの夫と別れたのは、どんな理由からであるか、わずかの財産とはどんなものだか、まるで何も分かってやしないのだ。聞いても忘れてしまうのだろう。あんまり女にからかわれ続けてきたせいか、女からどんな哀れな身の上話を聞かされても、みんないい加減の嘘のような気がして、一滴の涙も流せなくなっているのだ。
つまり私はその人が生まれがいいとか美人だとか次第に落ちぶれてかわいそうだとか、そんないわばロマンチックな条件によって例の唯一の人として選び上げていたわけではなかった。答案は次の四つに尽きる。第一には綺麗好きなことである。外出から帰ると必ず玄関で手と足とを洗う。落ちぶれたと言ってもさすがにきちんとした二部屋のアパートにいたが、いつも隅々まで拭き掃除が行き届き、ことにも台所の器具は清潔であった。第二にはその人は少しも私に惚れていないことであった。そうして私もまた少しもその人に惚れていないのである。性欲についてのあのどぎまぎしたいやらしく面倒な思いやりだかうぬぼれだか気を引いてみるとか一人相撲とか何が何やら十年一日どころか千年一日のごとき陳腐な男女闘争をせずともよかった。私の見たところではその人はやはり別れた夫を愛していた。そうしてその夫の妻としての誇りを胸の奥深くにしっかり持っていた。第三にはその人が私の身の上に敏感なことであった。私がこの世のことがすべてつまらなくてたまらなくなっているときに、この頃お盛んのようですね、などと言われるのは味気ないものである。その人は私が遊びに行くといつでもその時の私の身の上にぴったりあった話をした。いつの時代でも本当のことを言ったら殺されますわね。ヨハネでもキリストでも、そうしてヨハネなんかには復活さえないんですからね、と言ったこともあった。日本の生きている作家については一言も言ったことはなかった。第四には、これが最も重大なところかもしれないが、その人のアパートにはいつも酒が豊富にあったことである。私は別に自分を吝嗇だとも思っていないが、しかしどこの酒場にも借金がたまって憂鬱な時には、勢いただで飲ませるところへ足が向くのである。戦争が長く続いて、日本にだんだん酒が乏しくなっても、その人のアパートを訪れると、必ず何か飲み物があった。私はその人のお嬢さんに、つまらぬものをお土産として持って行って、そうして泥酔するまで飲んでくるのである。以上の四つが、なぜその人が私にとって、例の唯一の人であるかという説問の答案なのであるが、それがすなわち、お前たち二人の恋愛の形式だったのではないか、と問い詰められると、私は間抜け顔して、そうかもしれぬ、と答えるより他はない。男女間の神話は全部恋愛であるとするなら、私たちの場合もそれはそうかもしれないけれど、しかし私はその人について反問したことは一度もないし、またその人も縛りがかったややこしいことは嫌っていた。お母さんは変わりないかね？ええ。病気しないかね？ええ。やっぱり、しでこちゃんと二人でいるの？ええ。お家は近いの？でも、とっても汚いところよ。構わない。早速これから訪問しよう。そうして、お母さんを引っ張り出して、どっかその辺の料理屋で大いに飲もう。ええ。女は次第に元気がなくなるように見えた。そうして、ほう一歩、大人びていくように見えた。この子は、母の十八の時の子だというから、母は私と同じ年の三十八とすると、私はうぬぼれた。母に嫉妬するということもあるに違いない。私は和刀を転じた。あり得る？それが不思議なのよ。愛にたがわず生き生きしてくる。もうせんにね。私が女学校へ上がったばかりの頃、笠井さんがアパートに遊びにいらして、夏だったわ。お母さんとのお話の中に、しきりにあり得る、あり得るという言葉が出てきて、私、何のことかわからなかったけど、妙に忘れられなくて。急におしゃべりがつまらなくなったみたいに、ふーっと語尾を薄くして、それきり黙ってしまって、しばらく歩いてから、切って捨てるように。あれは本能なだったのね。私はいよいようぬぼれた。確かだと思った。母は私に惚れてはいなかったし、私もまた母に色情を感じたことはなかったが、しかしこの娘とではあるいは、と思った。母は落ちぶれても、おいしいものを食べなければ生きていかれないという太刀の人だったので、対米英戦の始まる前に、早くも広島あたりの美味しいもののたくさんある土地へ、娘と一緒に疎開し、疎開した直後に私は母から絵はがきの短い手入れをもらったが、当時の私の生活は苦しく、疎開してのんびりしている人に返事など書く気もせず、そのままにしているうちに、私の環境もどんどん変わり、とうとう五年間、その母子との消息が絶えていたのだ。そうして今夜、五年ぶりに、しかも全く思いがけなく私と会って、
母の喜びとこの喜びとどちらの方が大きいのだろう。私にはなぜだかこの子の喜びの方が母の喜びよりも純粋で深いもののように思われた。果たしてそうならば、私も今から自分の所属を文明にしておく必要がある。母とことに当分に属するなどは不可能なことである。今夜から私は母を裏切ってこの子の仲間になろう。たとえ母から嫌な顔をされたって構わない。恋をしちゃったんだから。いつこっちへ来たの？と私は聞く。10月、去年の。なんだ、戦争が終わってすぐじゃないか。もっとも静江子ちゃんのお母さんみたいな、あんなわがまま者には、とても長く田舎で辛抱できねえだろうが。私は、ヤクザな口調になって母の悪口を言った。娘の関心を買わんがためである。女は、いや人間は、親子でも互いに張り合っているものだ。しかし娘は笑わなかった。けなしても褒めても、母のことを言い出すのは禁物のごとくに見えた。ひどい嫉妬だ、と私は一人合点した。よく会えたね。私はすかさず和刀を転ずる。時間を決めてあの本屋で待ち合わせていたようなものだ。本当にね、と今度は私の甘い考えに難なく誘われた。私は調子に乗り、映画を見て時間を潰して、約束の時間のちょうど5分前にあの本屋へ行って、映画を、そう、たまには見るんだ。サーカスの綱渡りの映画だったが、芸人が芸人に扮するとうまいね。どんな下手な役者でも芸人に扮するとうめえ味を出しやがる。根が芸人なのだからね。芸人の悲しさが無意識のうちににじみ出るのだね。恋人同士の話題はやはり映画に限るようだ。矢にぴったりするものだ。あれは私も見たわ。会った途端に二人の間に波がザーッと来て、また別れ別れになるね。あそこもうめえな、あんなことで、また永遠に別れ別れになるということも、人生にはあるのだからね。これくらい甘いことも平気で言えるようでなくっちゃ、若い女の人の恋人にはなれない。僕はあのもう一分前に本屋から出て、それからあなたがあの本屋へ入ってきたら、僕たちは永遠に、いや少なくとも10年間は会えなかったのだ。私は今宵の開口をできるだけロマンチックに煽るように努めた。道は狭く暗く、おまけにぬかるみなどもあって、私たちは二人並んで歩くことができなくなった。女が先になって、私は二重回しのポケットに両手を突っ込んでその後に続き、もう半丁一丁と尋ねる。あの、私、一丁ってどれくらいだかわからないの。私も実は同様、距離の測量においては不能者なのである。しかし、恋愛にアホ感は禁物である。私は科学者のごとく済まして、100メートルはあるかと言った。さあ、メートルならば実感があるだろう。100メートルは半丁だ、と教えて、なんだか不安で、密かに暗算してみたら、100メートルは約1丁であった。しかし私は訂正しなかった。恋愛に固形感は禁物である。でももうすぐそこですわ。バラックのひどいアパートであった。薄暗い廊下を通り、5つか6つ目の左側の部屋のドアに、ジンバという貴族の名字が記されてある。ジンバさん、と私は大声で部屋の中に呼びかけた。はい、と確かに答えが聞こえた。続いて、ドアのすりガラスに何か影が動いた。いや、いるいる、と私は言った。娘は棒立ちになり、顔に血の気を失い、下唇を醜く歪めたと思うといきなり泣き出した。母は広島の空襲で死んだというのである。死ぬる間際の上言の中に、笠井さんの名も出たという。娘は一人東京へ帰り、母方の親戚の新保棟代議士、その人の法律事務所に勤めているのだという。母が死んだということを言いそびれて、どうしたらいいかわからなくて、とにかくここまで案内してきたのだという。私が母のことを言い出せば、静子ちゃんが急に沈むのもそれゆえであった。嫉妬でも恋でもなかった。私たちは部屋に入らず、そのまま引き返して、駅の近くの盛り場に来た。母はうなぎが好きであった。私たちはうなぎ屋の屋台ののれんをくぐった。いらっしゃいまし。客は、立ちんぼの客は私たち二人だけで、屋台の奥に腰掛けて飲んでいる紳士が一人。大串がよござんすか、小串が。小串を三人前。へえ、承知しました。その若い主人は江戸っ子らしく見えた。バタバタと威勢よく七輪を仰ぐ。お皿を三人別々にしてくれ。へえ、もう一方は後で。三人いるじゃないか。
私は笑わずに言った。へ？この人と僕との間にもう一人、心配そうな顔をしたべっぴんさんがいるじゃねえか。今度は私も少し笑って言った。若い主人は私の言葉を何と返したのか。いや、かなわねえと言って笑い、鉢巻きの結び目のところあたりへ片手をやった。これあるか。私は左手で飲む真似をしてみせた。極上がございます。いや、そうでもねえか。コップで三つ、と私は言った。小口の皿が三枚、私たちの前に並べられた。私たちは、真ん中の皿はそのままにして、両端の皿にそれぞれ箸をつけた。やがて、なみなみと酒が満たされたコップも三つ並べられた。私は、箸のコップを取って、ぐいと飲み、つけてやろうね、と、しずえ子ちゃんにだけ聞こえるくらいの小さい声で言って、母のコップを取って、ぐいと飲み、懐から、先刻買った、南京豆の袋を三つ取り出し、今夜は僕はこれから少し飲むからね。豆でもかじりながら付き合ってくれ、とやはり小声で言った。しずえ子ちゃんはうなずき、それっきり私たちは一言も何も言わなかった。私は黙々として四杯五杯と飲み続けているうちに、屋台の奥の紳士がうなぎ屋の主人を相手にやたらと騒ぎ始めた。実につまらない、不思議なくらいに下手くそな、まるっきりセンスのない冗談を言い、そうして、ご本人が最も面白そうに笑い、主人もお付き合いに笑い、とかなんとか言っちゃってね、それですからね、ぽーっとしちゃってね、りんごかわいや、気持ちがわかるとやっちゃってね、わははは、あいつ頭がいいからね、東京駅は俺の家だと言っちゃってね、参っちゃってね、俺の所宅は丸ビルだと言ったら、今度は向こうが参っちゃってね、という具合の何一つ面白くも、おかしくもない冗談がいつまでもペラペラと続き、私は日本の水客のユーモア感覚の欠如に今更ながらうんざりして、どんなにその紳士と主人が笑い合っても、こちらはニコリともせず酒を飲み、屋台のそばを通る師走近い人の流れをぼんやり見ているばかりなのである。紳士はふいと私の視線をたどって、そうして私と同様にしばらく屋台の外の人の流れを眺め、出し抜けに大声で、ハロー、メリークリスマス。と叫んだ。アメリカの兵士が歩いているのだ。何というわけもなく、私は紳士のその簡略にだけは吹き出した。呼びかけられた兵士は、とんでもないというような顔をして首を振り、大股で歩み去る。このうなぎも食べちゃおうか。私は真ん中に取り残されてあるうなぎの皿に箸をつける。ええ、半分ずつ。東京は相変わらず以前と少しも変わらない。End of Merry Christmas by Dazai Osamu.